境川は、愛知県の中央部を流れ、絹浦湾に注ぐ河川である。境川水系の本流をなし、二級河川となっている。流路はむね、尾張国と三河国の境界付近をとっている。三好カントリークラブに囲まれた愛知県三好市と、同県と岩田市の境界に位置する、長田池を源とする。三好市内を南北に縦断し、一旦、東郷町内に入った後、 東郷町と三好市の境界、東郷町と刈谷市の境界、豊明市と刈谷市の境界、大府市と刈谷市の境界、東浦町と刈谷市の境界上を流れた後、三角港を形成して、絹浦湾に注ぐ。川口より約5キロメートル上流からは、同水系の藍島川及び五河村川と並行して流れ、川口付近でこれらの川と合流する。 また南東には猿と潜水系がある。境川流域は愛知県のほぼ中央に位置している。名古屋市中心部から1 5トルから3 0トルと比較的近い位置にあるため同士のベッドタウンとして発展しているほか、豊田市に近いこともあり、自動車関連の工業が集中している。また、東郷町と三好市の境界線上を流れ始めるあたりから、 川口付近までの川の両岸は稲作地となっており、田園風景が広がっている。また、絹浦湾の採用部には絹浦港が位置している。2000年9月11日の東海豪雨では、刈谷市から大府市にかけて洪水の被害を出した。瀬川大府市大池名古屋市緑区この記事は以下のカテゴリーでも参照できます瀬川に関するカテゴリ 高根川に関するカテゴリー、明神川に関するカテゴリー、石ヶ瀬川に関するカテゴリー、倉永瀬川に関するカテゴリー、五河村川に関するカテゴリー。ありがとうございます。